花園歌子は、芸妓出身の日本の舞踏家、著作家。本名は、黒瀬正と言い,い、晩年は、日本舞踊家として、花園影だと名乗った。東京生まれ。東京女子役学校に入学したが、間もなく、製薬会社の事務員となり、さらに、社会主義者であった、黒瀬春吉が主催していた劇団に入って、当時目新しかった、モダンダンスを学び、 浅草の踊り子となる。その後、新橋で芸者となり、モダン芸者として知られるようになった。新橋では、年季が明けても独立せず、逆七として、沖屋に居続けた。1930年に芸儀通を出版し、その中で、当時の助見論者の代表的存在であった、福田英子や岩本菓子らを論乱する大胆な議論を展開した。同書ではまた、 芸技家業契約や全借金契約についての実態を紹介した。同書については、夫であった黒瀬春吉が書いたものとする説もある。花園は芸技関係の書籍等の資料の収集家としても知られ、明治文化研究会を通して吉野作像や斎藤昭造と信仰があり、吉野に一方的な思いを寄せていたとも言われる。1941年には、 芸能研究家の正岡博士と再婚した。晩年は、日本舞踊花園流書大家元、花園館枝として活動した。ありがとうございます。